んばんは。ライトワーカーシスターズでーす。第2弾。さっきね、じゃあ今日はここまでとか言ったんだけど、うん、ちょっとその後話がまた盛り上がって、もう一個撮ろうって、動画撮ろうってなりました。温泉スタイルですが。さっきと同じスタイルです。今ねコロナウイルスの、うん、で世間がすごい大変な時ちょっとね今もう第2波も収まってきたかなっていう形 で、うん、で今 GoTo キャンペーンもやってたりとかするんですけど、うんうん、皆さんどうですか、どう過ごしですか、うん、気持ち的に特に、うん、そうそう気持ちね、現実じゃなくて気持ち、うんうんいろんな人がいると思う。振り回されるのもあるし不安もあるし、うん、逆にやっぱ現実うまくいかなくなって悩むってこともあるし、うん、実際にね、うん、だけど、うん、現実はみんな一緒だけど心が楽っていうのが必要ですよね、うんうん、だしなんか、うん、私自身は、うん、なんかすごいちょっと不謹慎かもしれないけど、うん、全然気にしてないっていうか、今日もねさっき食事中に、うん、あのバイキングだったんだけど、うんうん、なんかもうすっかりそのことを忘れて、うん、マスクなしでね、うん、あの取りに行ったらねあのスタッフの方のフェイスシールドをねしかねマスクしてフェイスシールドでもうバッチリあの武装じゃなくてねっていうのはねやっぱねスタッフの方は完璧、うん、すいませんマスクお願いしますって言われて、ああそうでしたみたいな、みんな真面目にね、うん、マスクをねほぼ 100% の確率でしてて、いやでもそうそうなんかねこうそう言われたら、はい、あすいませんっていう気持ちだし、うん、なんかそこにあのマスク今してる人してない人にジャッジいらないよねって話をしてたんですよね。そうなんか、うん、ジャッジはしがちだなと思う、うん、どっちの視点に立ったとしても、うん、例えばマスクしてる人は、うん、マスクしてない人に対して、うん、あの人マスクしてないなんかうわやめてって思うし、うん、あのマスクの必要性をそんなに感じてない人はやっぱいるわけで、うんまあ、私も含めなんだけど、そういう人たちは、うん、わ なんかこんなクソ暑いのに外でマスクしてみたいな、つい言いたくなるっていうか、そう、うん、やっぱ人って自分の思ってること、うん、やっぱ自分基準にもあるから、うん、相手のことをね、うん、あって言いたくはなるんだけど、そこに実はジャッジって一番いらないよねって話、うん、話なんですね。なんか、うん、ジャッジが多いと、うん、結局自分が苦しくなる、うん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 、自分の中でそのルールが多いと、うん、結局他人の行動がすごく気になって、うん、常に他人と自分を比べて、うんうんうん、そのね、ジャッジして、うん、人を攻撃したりとか、うんうん、その怒りのエネルギーってやっぱ疲れるのよね、うんうんうん、エネルギー消耗するし、うんうんうん、なんかそれいらないくねみたいな、確かにそうね、ある程度ルールっていうのはいるけど、うん、ジャッジはねしてないからあかんって、うん、けどそこで相手を責めたりとか、うん、じゃなくて私はするあなたはしない、うんうん、終わりっていうのに世界がなれば、う、うん、うん、戦いがなくなるよね。そう、戦いのエネルギーがなくなる、うん、なんかいい、うん、いいの自分はこうって、うん、自分の中の正義っていうか、うん、ちょっと誰しもがそういうその自分の中の常識っていうのがあって、うん、それは誰もが持ってるものなんだけど、うん、結局それは自分だけのものだから、うん、自分だけで楽しめばいいっていうか、そう、私ももともとすごく白黒はっきり人間だったから、うん、やっぱり自分の物差しで、うん、他人をなんかいろいろあの人は正しいあの人間違ってるみたいな感じでやってたけど、うん、今全くない、うん、自分はこう思う、うん、あなたはそう自由、うん、どう思うか自由だよ、うん、みたいな以上ですよ、ね、以上で終わるとすごい楽だし、うん、なんか相手のことも尊重できるから、うんうん、確かに確かに、なんか相手をジャッジしてる時って自分にもすごいジャッジするからすごいしんどかったりとか、あの人間違ってるって決めちゃうと間違ってんのに
ほんま間違ってんのにって、そうよくあるよねそういうの。自分がそれを発するから自分の中にそのイライラとか、うん、なんであの人変われへんねやろうっていうのが、うん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 、もやもやがあるから、結局自分もまたそこで乱れてる、乱れてる、うんうん、結局ね、自分を自分の中で抑えてることをね、うん、例えば目の前の人がやったら絶対腹立つんよ。はあはあ、私こんな我慢してんのに あんた何みたいな、結構それ多いよ。だから自分へのルール、うんうん、自分にもそれ貸してるから、そのルールを。もしかしたらマスクもそれ5つあるかもしれないですね、うん、私我慢してこんな暑いのにマスクしてるの のにあなたなんでしてないのって、うん、言いたくなるんだと思う、うん、しなければいい、そしたらそうそう、そうなんか相手にまで外してみて、もしくはもう怖かったら出ないようにするとか、なんかその周りの見て腹立つんだったらそういう状況にならないように自分が対応すると楽。そう面白いのが、うん、すごい腹立つ人がいるとして、うん、その解決法はそれを自分がやるんよ。そういうこと？よう、うん、わかる？自分がやってみる。腹立つ人がいてそれ絶対ダメでしょって思うことを自分がやってみる、うん、はい、ああ、そしたら、うん、その相手に腹立つことなくなるから。それ自分への許可だから。あ、結局自分への抑圧が出てるだけなの、うん、本当本質的に。でもね、あんまりそのこのあんま言ってもあんまりね分かってもらえないんだけどね。やってみるしか分かんない、やってみなきゃ分かんないです、ね、そう、あの分かりやすく言うと、うん、私は勤めてた時に、うん、アルバイト、私は正社員、うん、アルバイトの子は休み1週間とか取って、はい、あの海外行ってきますって言ってたのね。はい、私めっちゃ文句言ってたんよ、うん、あ、バイトの子はいいよねって、私は正社員だからもう私は頑張ってますみたいな、うん、そんな休みも取れないし、そう、私の方が正しいですよね。そう、うん、なんかそんな1週間も休み取るなんてありえないって思ってた、うんうん、でもそれあの今の私からしたらそれ羨ましいだけじゃんっていう。そう、羨ましい、そう、羨ましさ、これを言ってるんですよね。そう、文句にして、そう、うん、結構そういうこと多いですよ皆さん。そう、多い。結構それでドキッとされる方いると思う。いるかも。ね、で結構今コロナのせいでいろいろダメあれってあるけど、うん、実はコロナがあったからなんか気づけることっていうのもすごい増えてるなっていうのは感じてて、うんうん、それこそ転職もそうだし、なんか今まで普通にできてたことが全然できなくなったっていう不自由もあるけど、うん、なんかその代わりにあれ今まであれできてたことって、うんうん、すごいありがたいことやったんだっていうのとかね、うん、本当になんか、うん、お祭りとか懐かしいよね。そうそうそう、あんなみんなの唾が飛び交うような。そうそう この今の時代になって振り返ると、うんうん、なんかあ幸せだったんだなって。そうそう、幸せやったとか。コンサートとかね、コンサートとかなくなってみて、あ、すごいことやってたんだなって。うんうんうん、ね、当たり前ってないよね。そう、当たり前ないってこと気づきましたよね、うん、なんか気づかせてもらったね。そう、今ね多分すごい試されてる時、うん、だってこれからもっと絶対そういうこと起きるし、うん、コロナウイルスも多分なくならないし、うん、それ以上にまたいろんなね災害とかまた違うウイルスとか多分出てくるし、ね、そう起きた時にやっぱ対応していける、頭の柔らかさ、頭の柔らかさ、心を鍛えるとき、そうだね、うん、もうなんか生き延びていくためには柔軟性の変化に対応していかないと。恐怖にばっかりでいたらね、もう恐怖でしかないけど、あ、そういうこと起きて、あ、自分こうやって変えてみようとか、うん、体弱い人かかりやすいんやったら自分の体体力つけようとか、うん、なんか対応っていうかね、適応していけるうん、ことも絶対あるから、ね、あとねやっぱそういう同じような考えの、うん、例えばねやっぱ、うん、多分うちらだったら同じような考えだから、うん、なんか相乗効果で、うんうん、その何、うん、ほんとさっきも言ったけどさっきの動画でもなんか希望にフォーカスしやすいっていうか同じような考え方の人が周りにいるから、うんうん、なんかそのね一緒にいる相手とかも、うん、なんか
改めて考えてみたりとかさ、あ、思う、この人といたら楽しいかなとか、そうそう、なんか上辺だけじゃなくて、うん、本心では言ってくれるけど、それが、うん、なんか私もなんか今悩んだりとか、うん、例えば自分がいじめられたりとか何、うん、かあった時ってやっぱりこう楽しい人たちに相談しようと思うんですよ、陽子さんとか、 なんかすごい聞いてくれそうだし、なんかそういうのを言った時に自分がこう頼れる人がいたりとか、うん、それを文句で返す人じゃなくて、一緒になって悪口言う人じゃなくて、うん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 、そういう人もいるよ ね、だから、うんうん、みたいに、ね、そうそう視点で、ね、うん、幸せにフォーカスしてくれる人といると、うん、自分も幸せになるし、うん、結局今ねそういう人間関係の見直しとかもね、改めてしてみたらいかがでしょうか、皆さんね、本当ちょっとね人と会うのもすごい減ったと思うし、ね、でもそこでね本当に大事な人とか、逆に会わなくて良くなったっていう人もいると思うし、うんね、あると思う、飲み会行かないんで良くなったとか、そう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 、絶対あると思う、うん、はい、はい、じゃあこんな感じ で、 感じで、はい、ここまでです。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあねー。